お、今日はね、南伊勢に向かってます。どこ行くんやったっけ。川村瑞賢公園。川村瑞賢公園、川村瑞賢さんが何した人かは忘れました。河津桜が咲いとると。そう、結構今ちょうど見頃のはず、ね、河津桜といえば、うん、伊豆の伊豆市の河津、伊豆市かな、伊東かな、伊豆。早いんだよね、咲く時期がね。そう、2月ぐらいから咲き始める、うん、三重県もね、結構まあこの南伊勢もそうだし、紀北町の金兵衛の里とかでも咲いてるし、まあちょっとどんなもんか、はい、なんだっけ、どこだっけ、行くとこ、川村瑞賢公園。川村瑞賢公園、はい、これ絶対すぐ忘れるわ。お、来た来た来た、これかな、これっぽい、これっぽい、これを、この道なり、うん、どっかで U ターンっていうか、どっちに入る、あ、これ繋がってるの、そう、だからこう行ってて、うん、目的地、ここで、どっかに多分公園だから、さっきのさっきのところなんか道降りるとこあったぜ。あ、そこに写真撮ってる人がいる、いいね、これこのまま写真撮って、あそこから写真撮った、あった、おー、綺麗綺麗、すごいじゃん、もういいや、これか、これです、目的地は右側です。いやいや、知らなかったな、こういう場所があるなんて。この時期に来ないと気づかないもんね、河津桜がこれだなんてね。いやいや、思ったよりこれ感動したな。ちょうどいい満開ぐらい。そうだよね、今日これも。どう、このピンクの花に俺映える？映えないこれさ、ちょっと落ち着かないけど、危ないけど、うん、スロットもあって向こうからこっち見た方が絶対綺麗だよね。そうね、行ってみましょう。車に気をつけないと危ないね、みんなで飛ばすよね。あ、でもちょっと匂いするね、あの、うん、相手がするんじゃない？違うよ、そんなわかるわ、さすがに。それにしても綺麗だな、これ。結構やっぱりたくさん来てるね、人。ああ、やっぱり対岸というか反対が倒れる方がいいな。うわ、すっげえ綺麗。というわけで、川村瑞賢、合ってる？川村瑞賢の像のところにある、河津桜。思ってた以上に綺麗なスポットでした。皆さんもぜひ、まあ、今シーズンも間に合わないかもしれませんが、来シーズン、南伊勢の方に見に来ていただければと思います。川村瑞賢公園にもういい